スカルとクエストとボーリックの RS チャンネル。皆さんこんにちは。本日も受注ありがとうございます。クエストです、プロスペースやっていきたいと思います。はい、というわけでですね、まあ、一旦ねエキサイティング第1弾のイベントスターロードが今日終わりまして、まあ、イベントと、まあ、ちょっとしたガチャ更新と来たんですけれども、今回ねあのイベントで追加されたこのルーレットヒッターに関してちょっとお話ししておこうかなと思います。これはね結構美味しいイベントなんで、まあ何が、まあ美味しいのか、どういう風に進めていったらいいのかとかね、まあ、ちょっと簡単に、解説していけたらという風に思っております。そしたら、イベント画面の方に行ってみましょう。はい、こちら、イベント画面ですね。まあちょっとねパッと見で、まあある程度ね操作方法とか分かってもらえると思うんですけど、まず V ロードとかね、試練とかチャレンジカップ、こちらを回して、このチケットですね、ヒットメダルか、こちらを集めて、で、3枚で、1回ルーレットが回せる。で、そのルーレットで出た目に応じて、まあ、ヒット、2ベース、3ベース、ホームランっていう風にやっていって、まあ、3アウトになるまで、まあ、それを積み重ねていって、一体何点取れるのかっていう感じのイベントになってます。もう一回ちょっとね、簡単にやってみますと、今これ、初回のね、数人はこういう風に、まあアウトがない状態でできるんですけど、まあホームランになったんで、まあこのまま 1.5 もらえますと。こういうような感じで、まあ、イベントを進めていきます。でね、まあこれね、何が美味しいかっていうと、これ V ロードをね、周回して、このメダルをね、集めることができるんですけど、1.8 倍じゃないですか、今経験値が。なので経験値 1.8 倍で選手を育成しながら、このねヒットメダルを集めることができて、このイベントを進められるっていう形になっているので、選手育成と、まあ、あのイベントをね同時に進められる、まあ貴重な、いいイベントじゃないかなと思います。で何よりねこちらですね、150点取ったら S ランク限界トップコーチもらえるんですよ。これずっと言ってるんですけど、この S ランク限界トップコーチが本当に重要なんで、もう今回のイベントはね絶対に回してこの150点まで、行ってください。でこれね、この後のランダムボックス、まあ今回まあその契約書とかはねゴールド契約書までにはなってるんですけど、まあ A ランク特訓コーチとかね、スピメダルとかエナジーとかも出たりするんで、基本的にまあぐる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 回ってもそんなに損はしないんじゃないかなというふうに思います。まあ、あの経験値集めて、選手を育てながら、まあ、進められるんで、まあ、そのついでというかおまけでね、集められる、進められるいいイベントになってると思います。道中でもね結構 A ランク契約書とか A ランク自チーム契約書とかもあったりするんでね、これは結構進めて損はないんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけでね、今日更新できた、ガチャの方がこのグレードアップスカウト、まあ、ちょこちょこ来てると思うんですけど、まあ微妙に、お得に、エナジーを使って、まあ、ガチャが回せるという感じのイベントになってるんですけれども、これね今回ピックアップされてるのが一番最初、このシリーズ2じゃないな、2020年シリーズが始まった時の、最初に追加された S4 枚のうちの、中継ぎの選手が今回ピックアップされてるという形になってます。僕ちょっとね思ったんですけど、この調子でいくと次またねどっかの機会で先発、この一ちゃん最初に追加された先発の選手が追加されるんですけど、このままやとね森本選手かなり狙い目になってきちゃうんですよ。ちょっとその時になったら、その時までに手に入れられてなかったらちょっともしかしたら引きに行ってるかもしれないです。まあそれはちょっとその時ねまた動画出したいと思います。で今回なんですけど、まあ18日からですね、まあエキサイティング第2弾始まりますんで、まあそれまでねちょっと意思温存したいとこではあるんですけど、せっかく 1.8 倍ということもあり、まあ、イベントをねちょっとサクサク進めていきたいというのもあって、ちょっとだけね選手、育てる選手をちょっと増やしておきたいので、今回ちょっとこのグレードアップスカウト、この最後まではいかないんですけど、
まあ、おそらくグレード4までは引こうかなと思ってます。ちょっとその後行く、まあちょっとねグレード5ぐらいまでは迷うんですけど、うん、まあちょっとねその辺は、実際引きながら考えていきたいと思います。でね、あの S ランクが出たら自チーム確率 30% ってことなんで、ちょっと今から自チームの方を楽天に変更してきます。はい、というわけで変更してまいりました。まあね、そんなにここまで確定とか A ランク確定 S ランク確定とかっていうのがあんまりないんで、あるとこまで引けないと思うんで、まあ、ちょっとね演出見てちょっと渋そうやったらすぐスキップしたいと思います。それではまずね1回目いきたいと思います。いやね、この間ねまあイノーマルスカウトが来てたと思うんですけど、あれでも全然 A ランクとか出なかったんで、あ、でも A ランク出たな。いきます。 A ランクは出ましたね。ありがたいですね。笑ってもいいんだよ。ああ、さすがにないですね。はい、近藤選手ありがとうございます。 S ランク持ってないんでね、まあ、ちょっとコツコツ育てたいと思います。はい、続いて、2連ですね、引いていきたいと思います。まあ、さっきはね結構運よく、あ、でもお月様出てますね。いきます。調子が普通で文字も銀色、ここから次第ですけどね。まあでも A ランク出ただけでも結構嬉しいですけど、 S ランク出てもいいんだよ。学校出てもいいんだよ。まあさすがにないですね。引く、これほんまにちょっと一瞬見失うんですね。びっくりしました。はい、ありがとうございます。まあ、A ランク選手は結構引けてますね。はい、ありがとうございます。はい、続きまして3連60個になります。ここからね、一応自チーム選手確定なんで、まあ、後半の方でね A ランク演出 S ランク演出が出て、後半の方へと、まあ、自チーム確定になってくるかなと思います。お願いします。あー、でもやっぱお月様出てますね。いきます。調子くん普通、ここも銀色、結構似たような感じの演出ですね。おー、よしよしよし、青くならない。足は飛躍号は見れない。というわけで、まあ、多分これで楽天のA 選手確定じゃないかな。高梨選手ありがとうございます。そしたら一応最後の予定です。グレード44連90個引いていきたいと思います。ここまで漏れなく A ランク選手引けてるんでね、結構美味しいんじゃないかなと思います。また A ランク出た。はい、いきます。調子くん、ずっとこんな感じの演出ですね。あはー、まあ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 、はあ、真顔。どうせやったら後半で来てほしい。ああ、ここで来ちゃった。あ、森原投手ありがとうございます。 S ランクのね森原投手欲しいんですけどね。はい、以上ですね、ありがとうございます。はい、というわけで、ガチャはちょっとここで、打ち切りにしたいと思います。またちょっとどっかでテンション上がってたら引くかもしれないんですけど、基本的にはまあ、ないかな、という感じですね。で、まあ、先ほどご紹介したあの、ルーレットヒッターなんですけど、これはやっぱり、美味しいんでね、今ちょっと、育成ガテラ、メダル集めて、で、これランキングになってるんですよ、実は。3アウトになる前に、まあ、何点取ったかっていうのがランキングになってるんですけど、それはね、正直引き次第、アウトにならずにどんだけ積み重ねられるかっていうところなんで、無課金の人でもね、運が良けりゃ、ランキングに入れるぐらいのイベントになってますんで、まあ、ちょっと、やってみてはどうかなと思います。まあ、さすがに1位から20位まで、トップ報酬で、一応、S ランクの自チーム契約書と、A ランク自チーム契約書と、あと100エナジーやったかな、かなかもらえるはずなんで、まあ、育成がてら、片手間でやってみてはいかがでしょうか。それではね、今回の動画は以上になります。ここまでお付き合いいただいてありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。